5月31日に開幕した第78回愛媛県高校総体。32競技に合わせて7200人余りが出場し、市内でも熱戦を繰り広げています。今治市内では玉川湖ボートコースでローイング、今治工業高校でレスリング、菊間町あばら湖アーチェリー場でアーチェリーの3競技が行われました。今大会、これまでのボートから競技名が変更となったローイング、満々と水をたたえた玉川湖ボートコースを舞台に、県内11校およそ230人がインターハイへの切符をかけ熱戦を繰り広げました。種目は男女別に、1人乗りのシングルスカル、2人乗りのダブルスカル、5人が乗り込む出し付きクオドルプルの合わせて6種目、直線1000メートルのコースでタイムを競います。レースは敗者復活のあるトーナメントで、初日の1日には各種目の予選と敗者復活戦、2日目の2日には準決勝と決勝が行われました。初日の予選は快晴のもと、出し付きクオドルプル女子1レース、男子2レース、ダブルスカル女子2レース、男子3レース、シングルスカル女子4レース、男子6レースの合わせて18レースが順に進められました。コースのスタートからゴールまでを見渡せる会場の一角には、レース開始前から大勢の保護者や観客が集まり、声援を送って選手を鼓舞します。愛媛県勢、今年3月末に行われたローイングの甲子園と呼ばれる全国選抜大会で、宇和島東高校の宝本のどか選手が女子シングルスカルで全国の頂点に立ちました。このほかにも宇和島水産高校の梶原健信選手が男子シングルスカルで準優勝、松山東高校が女子出し付きクオドルプルで3位、今治北高校が女子ダブルスカルで4位と、全国の舞台で活躍を見せています。タイム3分35秒25、ナンバー1、タイム松山北高校、タイム4分23秒17、23秒17、以上です。この日の予選、全国王者の宝本選手は女子シングルスカルの第1レースに登場し、4分3秒18のタイムで予選を通過。2日目に行われた準決勝は後続を17秒以上引き離し、グループ1位で決勝へ駒を進めると、最終レースは4分を切る3分59秒39の好タイムを叩き出し、インターハイへの出場を決めました。県内全体のレベルアップを図ろうと、年に10回ほど県内の高校が合同で合宿を行っているというローイング愛媛県勢。
この日も日頃から切磋琢磨する選手たちが全力でオールを漕いでしのぎを削り、全国の舞台を目指していました。ローイング競技の結果はご覧の通りとなりました。各種目の優勝クルーが全国高校総体インターハイに出場します。また4位までの上位クルーは今月14日から玉川湖ボートコースで開催の四国高校選手権大会に出場するということです。私たち選手一同は日頃の練習の成果を発揮し、最後まで諦めず正々堂々戦うことを誓います。また2日、菊間町のあばら湖アーチェリー場でアーチェリー競技が行われ、開会式では松山東雲高校の則松奈々さんが選手宣誓をした後、競技が始まりました。今年のアーチェリー競技には県内6校から男子11人、女子10人が出場。そのうち今治市からは今治東中等教育学校、今治北高校、今治清華高校の3校の選手が出場しました。競技は選手1人が前半36本、後半36本の合わせて72本の矢を放ち、その合計得点で個人戦の順位を決めます。また各校出場選手のうち上位3人の個人の得点を合計して団体戦の順位を決めます。的の大きさは122センチ。的までの距離は70メートルで、およそ12センチの中心の円に当てると10点となります。ピンと張り詰めた空気の中、選手たちの矢を放つ音が響きます。出場した選手たちは的にしっかりと狙いを定め、インターハイ出場を目指して集中して矢を放っていました。大会の結果です。女子団体では松山東雲高校が8年連続9回目の優勝でインターハイに出場します。また男子団体では今治東中等教育学校が8年連続8回目の優勝でインターハイ出場を決めました。なお団体優勝の2校とご覧の選手が8月6日から長崎県で開かれるインターハイに出場します。